そうだね、原神のデイリーミッションを一つにして欲しい感はめちゃくちゃよくわかります。樹脂上限160じゃなくて180にして欲しいし、生物のセット機能も欲しいし、あとなんかスターレールでから原神に来て欲しい機能、武器ガチャ 75% ダメか。いや、武器ガチャ分けへん。武器ガチャまたスターレールから逆輸入しよう。もうアモスとヘキラクのロ、これプシッ分解しました。はい、これからアモスで見るドロップ率 37.5%、 ヘキラク 37.5% じゃありません。もうアモス 75%、 ヘキラク 75% です。でその代わり武器ガチャは2枠にします。どうすか。いやでもまあ今までずっとこのスタイルでやってきたしな、まあ、納得いかんか。いかねえな。うん、浄土を開放させ、スターレールの武器ガチャは聞こうって思えるわ。うん、あー探索派遣の再依頼ね。あ、探索派遣もう一回行ってきてってやれるの便利だね。そうね、工場ガチャの改善。うん、あとあれだわ、私はもう原神の工場ガチャの石はさ58個あれだよな。これをスターレールに送りたいわ。スターレールにダメかな。ダメだな。ちょっともう原神のガチャはもうなんかすごい、もうめちゃくちゃやってきたけど、スターレールのガチャは新鮮だから、スターレールやりて、探索派遣一括で受け取りたい。まあまあまあ、そこはね、今引いちゃえば、今工場ガチャ引いても別に欲しいのがきなりだけなんだよな。はい。っていうのはあるね。すり抜けても楽しいっていいよな。逃げ道はあります。いや原神もね、始まったばっかの時はね、もうリルック出ようがジン出ようがナナちゃん出ようがモナ出ようが国生出ようが、もうなんかもう慣れてても嬉しかったんな。そう。ただまあ育成しきっちゃって、まあこのキャラ使うよりこっちの方がいいよねってなっちゃったら、まあまあ。てかそもそも私がね、もうキャラクター揃いまくっちゃってるから、ほら。この画面何度見てもえぐいよな。いや、ディルック10凸、ジン14凸、モナ12凸、ナナ6凸、国勢14凸、ディシア関凸、ヒナリ2凸してる人が工場ガチャに希望を持てっていうのが無理な話よ。いや、まあこれがでかい。でも、スターレールは、ブローニャ持ってる、ビャクロ持ってる、ベルト持ってない、いや、元気を持ってる、ヒメコ持ってない、みたいな。まあもう、スターレールのガチャ、楽しいってなるよね。じゃないね。うん、ディシア貫突なんかするから。いや、ディシア貫突は結構やってよかったと思うよ。まあまあ強くなったしね、パンチで2万とか2万5千とか出るから。勝利は何も変わらず強いのがいい。いや、勝利先生は、まあ、特に毎回言ってるけど、キャラクター揃ってない人ほどありがたいし、まあまあ、絶対にひるまない中段体制と、まあ、相手を石化する束縛と、まあもろもろ万能だから、私は勝利が一番強いと思うわ。てかね、昔ね、なんやろ、稲妻入った中盤あたりはね、私多分一番引くべきキャラクターカズハが一番強いって言ってたんだよな。うん、たまになんかね、原神やってたら中にはいるわ。なんか、おいネルベロ、お前は勝利先生が一番強いって言ってるけど、一番強いのはどう考えてもカズハだろっていう人の意見。いや、わかります。カズハやばいもん、火力 1.5 倍だし、空飛べるし、えぐいこいつも、周南戦螺旋めっちゃ楽やしね。ただまあまあ、正直もうカズハ1位だと思ってたわ。まあ、結局1位か2位かっていう違いだから、まあ、どっちもめちゃくちゃ強いんやけど、なんか最適な編成とか、初心者の人がキャラクター揃ってなかったりとか、まあ、関羽使うとき、セノ使うとき、アルハイゼン使うときにひるみたくないとか、そういうの考えたときにやっぱ勝利ってやべえなって。螺旋で、あなたが1年間で一番秘境を攻略するときに共にしたキャラクターは勝利でしたってなったしな。今、まあ、カズハ使うときって炎、水、氷、雷なんやけど、まあ、勝利は万能なので、どんなパーティーにも入るから。っていうので認識を改めて、勝利一番に変えたんだよね。うん、っていう話ですね。なんかより無課金、原神初心者の人の視点に立った。なんか、稲妻入ってちょっとしたぐらいの時の私は、もう火力こそ全て火力イズパワーだと思ってねんけど、若干なんか無課金、微課金、初心者の人の視点に立って、ああ、やっぱ勝利だなってなったんよな。うん、っていう経緯があります。はい。勝利って無凸でもいいの？動画見てくれ。無凸でいいぞ。てか、星座いらん。いや、いるけど。
星座部が強い、まあ、2突4突6突勝利先生普通に強いけど、無突がバカみたいに強化入っちゃったせいで、まあ、無突で持ってるだけでゲロ強い、うん、一番無突の価値が高い。イカズチに原神でいなくなったら困るわ勝利は、うん、やめられねえもん。理論の演劇ナヒーダメインで使うために白術引いたけどすごい満足してる、まあ、白術は不満出ないキャラやからな。なんかね、長い間配信生活動画生活やってったら、なんかこんなんかガチ勢のキャラ評価と初心者のキャラ評価ってだんだん乖離が出てくるんよ。ガチ勢の人たちはもうなんか螺旋どうやってクリアできるか、短期でどれだけ暴れられるか、火力火力火力みたいな、そういうとこに目が行きがち。初心者の人とか無課金の人は使い勝手の良さとか快適さに目が行くんよね。で、私が白術の評価を、多分ガチ勢の人より私白術高めに評価してると思います。解説動画出したけど、どうだろう、原神ガチ勢の人たちが、まあいろんな YouTuber の人の意見をね、まんべんなく摂取するのが一番いいと思うんですけど、私多分そこらの YouTuber より白術の評価ちょっと高いと思うねんな。まあ、なんでかっていうと、白術はストレスに感じる要素が皆無なので、で、実際めちゃくちゃ普通に強いので、なんか無課金、初心者、美課金の人は、白術気に入るだろうなっていうのが自信を持ってるかな。だから高めにつけてる。そこはちょっとね、分かってほしいな。勝利はジェパード。まあそうよね。ジャバは白術は白露みたいな感じかな。知らないしな。まあ、あんな感じ。白術は評価高いね。優先度は白術とニーロどっちが高い？さ、ニーロじゃね。白術、いや、さすがに火力出せるキャラと、火力とヒーラーだったらさすがに火力優先じゃね。ニーローと白術だったらニーローの方が評価高いな、私の中だったら。ニーローコスパなので、かな。別ゲーで例えるな。いや、よくね、原神やってる人は 95% の人がスターレールやってるって思ってるよ、私は。カウンより白術、うん。え、原神の、いや、なんかもう毎回私の配信つけてる人はもう耳にタコができるぐらい聞いてると思うが、原神で優先すべきキャラはサポーターサブアタッカーです、まあ、だからメインアタッカーよりもサポート効果持ってるキャラの方が効果が被らないから。だってあれやもん、例えばナヒーダみたいに爆発使って熟知250上がって草元素がめちゃくちゃあんなつきやすくてスキルも当てやすいキャラクターが今後出てくると思う？出てくるわけないねん。出てきたら被るし、サポーターは効果被りにくいんだけど、アタッカーは火力出すのが仕事だから被るんよな。なんか私目線はフータオだろうが、エンヒだろうが、ディルックだろうが、クレイだろうが、ヨイミヤだろうが、全員炎元素アタッカーで、持ちすぎたのかな。まあなんか、一人持ってたら別にもう一人っていらないよねっていう認識でいる。だけど、まあ風元素サポーターでもさ、まあ、カズハ、スクロース、ウェンティ、まあ、どっちも、3人とも吸い込みと、なんか、まあ、風元素で吸い込み持っててやるけど、全員別々の強みがあって、全員使い道があるよね。やっぱサポーター優先されるべきゲームなんよな。で、カウンはアタッカーで、白術はまあサポートヒーラーなので、そりゃまあ、カウンよりも白術の方が評価上がるよね。カウンはアヤカ持ってればいいし、っていう、アヤカ持ってれば別に必須にはならないからさ。っていう話ですわ。ああ。基本的になんかアタッカーとサポーターは問答無用で、サポーターの方が価値が高いと覚えてた方がいい。で、アタッカーの中でも価値が高いのは、まあ、いるけどね。スキルの汎用性とかは、いや、もちろんそういうのも込み込みで評価はつけてるけど。うん。まあ、強いスキル、弱いスキルあるしね。5% が2体出てくるからだと思ってた。いや、あのね、あながち間違っちゃないよ。なんか原神のベータテスト私やってないからわかんないんだけど、なんかコメント欄の情報によると、ベータテストの時のシャンリンがね、最強キャラだったらしい。まあ、今もめっちゃ強いんだけどさ、シャンリン、まあ、特に戦火輪の元素爆発が80族じゃなくて60族で、今よりも軽くて打ちやすかったし、なんかゴーパーがなんか2体同時に置けたみたいな、いや違うっけ、なんかゴーパーを置きまくって戦火輪使って1人で全然戦えちゃうアタッカーになっててめっちゃ強かったみたいな話聞いたわ、ベータテストのシャンリンが。まあ、だからゴーパー2体出すのやばくねみたいな、まあ、神様ですからね、ゴーパー2体出すのやばいからね。っていうわけなんかな、わかんね。だからかな、まあ、なんかそういう話は聞いたことある。で、当時はディルックが
ベータテストのディルクはあんま強くなくて、特に元素爆発が60族だったらしい、ベータテスト。まあ今は40で、だいぶ使い勝手いいし、うまく使えば通常攻撃、常時通常攻撃炎にできるんだけど、みたいな話は聞いたことがあります。まあ本当かどうかは知らないです。ソースはリスナー。純粋なアタッカーや。まあグオパーを常に置きまくって戦火輪も絶えず切らさず使えるんだったら、まあアタッカーなんかな。まあ今はシャンリンサブアタッカーって感じだけどね。スキルもポン置きできるし、爆発もバトンタッチ式だし。セピロス騎士団のアンバー、リサ、ガイア、まあみんなそれぞれの強みがあるけど、まあシンプルな強さだったら割とガイアが図抜けてる気がする。まあシャンリンの武器って何が一番合うんや。シャンリンの武器でおすすめ、なんか解説動画上げてる人いっぱいいそうやけどな。まあまあ持たすことができるんだったら、まあ、草薙が欲しいし、草薙持ってないんだったら漁獲とか天空槍とか清風とかになる。まあ、とりあえず元素チャージ効率意識して、まあ爆発、シャンリンは爆発回すキャラだから、まあ原茶意識して、まあかつ回心率、回心ダメージ、攻撃が揃うような武器がいいよね。で、ベネットと一緒に使えば攻撃力なんとかなるんで、まあシャンリン使うときって、まあ9割ベネットと一緒に使ってるから、ベネットで元素爆発使った後に戦火輪使った、シャンリンの元素爆発使ったら、スナップショットが起きてシャンリンの戦火輪はベネットで火力が上がったまま固定されるから、まあまあベネットで攻撃力を上げるの込みで相性がいい武器を選ぶといいよ。気つけるで。な感じや。行くで。ボーヨン。烈開花編成はトーマ専用編成ですか。逃げ道はありません。今んとこ烈開花反応ちゃんと使いこなせてるキャラってトーマぐらいじゃない。シャンリンも烈開花に寄せることできなくはないけど、シャンリンはせっかくその優秀な爆発で火力を押し付けたいからね。一応。まあ、シャンリンも烈開花結構できる。戦火輪で炎元素撒き散らせるから。でもシャンリンの烈開花型ってあんま話題にならんよな。なんでなんだろうな。シャンリン烈開花反応とも相性は結構悪くはないと思うねんけど。まあ、せっかくベネットと一緒にスナップショットできる優秀な爆発だからって話なんだろうな。ベネットで烈開花やる？まあまあ。一応烈開花でやろうってなるのは今んとこトーマぐらいなんかな。シャンリンはできそうだし、その次はクールタイムが短くなるからベネットなんかな。あんなところですね。痛い。てかこの編成ヒーラーいないじゃん、やば。まあまあいけるか。炎の神は最強アタッカーにするしかなくね。まあネタ切れみたいなところはあるけどね。いや違うか、なんか原神初期の星4キャラクターはちょっと調整ミスってるかなっていうところはあるから、まあそこかもしれん。基礎攻撃力アップとか、基礎攻撃力上げちゃうとダメージ計算式が意味わからんことに、内部的な処理がちょっと意味わかんなくなるから、これはやっちゃダメだと思うな。シャンリンとベネットのいいとこ取りみたいなとこ、シャンリンとベネット足して2で割るみたいな、よくてそんなとこじゃない。指針は全員サポーターだと思ってる。まあ、炎元素のアタッカーはいっぱいいるじゃん。クレイ、ディルク、エイヒ、フータオ、ヨイミアあたり。で、炎元素のサブアタッカーは絶対シャンリンが高すぎる壁で、サポーターはベネットがおって。今後追加される炎元素キャラクターみんな期待できないっちゃ期待できない気がする。すまん。ディシアもな、まあ、ちょっとディシア今ちょっと物足りないっすかなって思う性能してるけど。あれも多分ネタ切れ感あったんかもしれん。ちょっと苦しそうだしね、調整が。ナタの情報なさすぎ。ナタから来てる外国人とかいませんからね、原神に。ちょっとわかんねえや。あ、シャニー大好き。もうすぐボーナスが出るので、小紅ちゃんやん。チェーンソーマンですね、これ。シャンリー、レベル80。攻撃力1378。攻撃力1300か。清風槍じゃないか。あ、草薙か。あ、草薙でした、といえば。いいっすね。シャンリン、攻撃力やっぱどうしても低くなります。まあ、ベネットと一緒に使えばそんなん関係ないんですけど、まあ、ベネットと使うんで問題ないんですけど、まあ、攻撃力低くなりがちです。ただ、この草薙の稲光を持たせると、あ、現状は後で見よっか。テブツ、絶縁4。まあ、せやな。ライデン、シャンリン、まあ、イエラン、貫突してないエランとか、まあ、北斗、貫突してないユクアキとか、まあ、やっぱ絶縁4だよね。まあ、貫突しても絶縁4やんね。いいよね。あ、強っ。50.2 だ。50.2 ですね。あれ。50.3。ん？
え ?50、50 時計、現茶時計 40.5 ん、多分炎バフ、ダメバフ足りないからね、炎バフ 43.6 ん、なんだお前、カムリは会社にスカムリ34、わわ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 、一生絶縁につぎ込みましたか。 50.2 行くか、 50.3 シャーリンどんだけ好きなんだ君は、え、すごいな、 40.5 炎バフ 43.6 40いってる炎バフ杯だって、もうシャーリンのためだよなこんなん、 43.6 素晴らしい、ほら、え、ほら、え、やばい、え、シャンリンって突破ステータス熟知なんですよ。で、武器草薙は会心が伸びる武器じゃないです。生物は生物の力、生物だけで会心を稼がなきゃいけない。その生物だけで75158に到達しているという事実だ。会心めっちゃ漏れてる。で、まあ、原茶が 226% あるじゃないですか。で、まあ、120% 分草薙の稲光 100% 超えてるから120の 28% で、33.6% かな、だから攻撃力 33.6% 分上がるから、あ、まあそうだな、だからどれくらいだ、まあ1600、1700、1700ぐらいかな、1700ぐらいになると思います。うん、やっぱり攻撃力がもっと欲しいな、まあ、だからベネットとやっぱり組ませることになるんですけど、うん、まあ全然現時点で強いし、まあなんといっても率ダメがお化けやな。ダメバフもね、この杯 46.6 と絶縁のこの4分の1の分だけダメバフ入って、ダメバフ 100% いくし、あ、強いです、強いです、最高のシャンリンかもしれん。もっとシャンリンのレベル上げてあげてもいいかもな。80の突破してないっしょ、80の突破してないとテンプレベル9とか10に上げられないから、どう割り切ってんな118 いや、おめえ潔いな。やっぱこういうテンプレベルの上げ方は好きだぜ。うん、なんなら王冠使っていいレベル。君の生物レベルなら。うん。星座観察。素晴らしいっす。恐ろしい、引くほど強い。まあ、ベレットと一緒に使ってね。攻撃力はやっぱ欲しいから。草薙があったとしても。うん。いや、こんな会心が整ったシャンリンは初めて見ました。素晴らしいっす。まあ、ベレットじゃなくてもいいんだけど、まあ、攻撃力上げられる手段はあるといいっすね。探索でも爆発打ちまくりやんな。現茶202、だって現茶 226% ってさ、爆発 2.2 倍溜まるの早いんだよ。だから、シャンリン爆発80族だけど、2.2 倍溜まりやすいから、まあ、40切るわけ。35とか30前半 ?30 前半ぐらいで爆発回るよ。シャンリンの戦火にクッソ強いのに、打ちまくれちゃう。レベル高すぎやな。